はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、今回はですね、新しい新ホコラモンスタースライムジェネラル、こちらですね、チャレンジをしていきたいと思います。ということでですね、はい、今ウーラポイントを使って、ホコラの方に入っていくことになります。はい、バトルマスターじゃないや、ゴッドハンドと、あとは、大魔導士、大神官という構成です。というわけで、ちょっとね、とりあえずもう、フルオートでやってみましょう。はい、こいつはですね、冥王の大釜で、ゴッドハンドもう一人がですね、はい、草薙の剣かな。で、大魔導士は、天魔王の杖か。はい。で、大神官がですね、はい、クリフトの正常を持たせております。はい、一応回復薬ですね。はい。というわけで、大魔導士が、天魔王の杖、ペンチ邪法。はい。ゴッドハンド、草薙の杖。あ、草薙の剣か。そして、はい。ゴッドハンド二人目が、冥王の大釜ですね。はい。で、回復役の、大神官クリフトの正常。一応ですね、はい。トレジャーセットかな。はい。スライム耐性をね、それなりに持っております。はい、連続呪文発動。天地邪法2連発。はい、冥王の大釜がですね、はい、ドルマ属性の全体攻撃ですね。はい、で、単体になるとですね、はい、草薙の剣は、天眼将来、ドルマ属性の単体攻撃になります。これ、大魔導士が落とされるかと思ったけど、まあ、なんとか助かり、あ、助か、無理か。イオナズンで死にますね。はい。まあ、とりあえず、はい。まあ、このままフルオートで行きましょう。行けるところまで。はい、なんとかですね。はい、討伐することができました。まあ、結構、一人ね、落とされてしまいましたが、なんとかフルオート。いけます。はい、どうでしょうか。D になりました。はい、ということでですね。まあ、最初のね、1ターン目をですね、操作すれば、まあ、もうちょっと楽に、クリアできるとも思います。はい、まあ、例えばですね、戦機解放を入れたり、魔境の栄章を入れたりですね、あるいは、まあ、最初の1ターン目、あまりやることのない、大神官にアンコールをね、させたりという風にすればもうちょっとね、楽に、まあ、討伐できるところもあるかなと思います。というわけでちょっとパーティー紹介いきましょう。大神官、ゴッドハンド、大魔導士、ゴッドハンドという構成で、全員ですね、レベル49です。まあ、もう少しでね、カンストするところになります。ということで、大神官、ステータス。はい。回復魔力が936ですね。はい。でですね、ゴッドハンド一人目が、まあ、冥王の大釜を持たせてるんですけれど、攻撃力が1166です。はい、大魔導士がですね、攻撃魔力が1204。一番最後尾のゴッドハンドが、攻撃力が1199となっております。はい、次装備なんですけれど、はい、大神官がですね、はい、クリフトの正常、あとですね、まあ、トレジャー装備と、あと王者の盾で、まあ、これだけでスライム耐性 40% ね、プラス 40% になります。はい、アクセサリーは回復魔力をアップさせる装備です。はい、ゴッドハンド一人目が、はい、冥王の大釜、プラス、まあ、あとはですね、先ほどの大神官と同じ、王者の盾とトレジャー装備。意識になります。まあ、あとね、ドルマ属性の斬撃対ダメージアップのアクセサリーをつけております。はい、大魔導士がですね、天魔王の杖、二突になります。まあ、あとはですね、王者の盾、トレジャーキャップ。あと、ちょっと火力を盛るために、鎧の上だけ天魔王のローブ、上をつけております。あとはですね、ドルマ属性の、まあ、呪文、ドルマ属性ダメージをアップするようなアクセサリーをつけております。はい。で、最後はですね、ゴッドハンド。草薙の剣ですね。あと、王者の盾。で、4凸プラス11に
ですね、はい、王者の盾余ったんで10プラス11もしております。守備力どれぐらいあるんだろう、はい、守備力が66ですね、はい、でですね、はい、ルビスの戦外かな、はい、まあ戦闘か、はい、あの兜ですね、ルビスの頭についてはですね、スライム耐性が、まあ、あるんでね、まあ、せっかくなんでね、あの、これ、ジバリア属性ダメージもね、アップしますので、これをつけております。あとはトレジャーコートの上と、あと、草薙の、あ、鎧バカマ、下かな、はい、という。あとはですね、ジバリア属性の、まあ、攻撃力がアップするようなアクセサリーをつけております。はい、というわけで、心構成ですね。はい、大神官がですね、ボボンガー、シドウ、ユニコーン、グリフト。で、カグラス真珠と癒しのエス真珠ですね。こちらは最大 HP プラス40です。はい、次ですね。はい、ゴッドハンド1人目。ブレア、冥王ネルゲル。そして、ヒュンケル覚醒。そして、鬼コンボという構成ですね。あとはスライム特攻のS 真珠をつけております。こっちは、はい、会心率アップと、あとはもう一つはドルマの、斬撃待機ですね。はい、アップですね。はい、大魔道士がですね、はい、闇の覇者竜王、エビルプリースト、ミストバーン、踊る宝石覚醒。で、ドルマの S 真珠ですね。こちら物質系へのダメージアップもあります。であとは物質系への S 真珠ですね。これはドルマの呪文ダメージアップもあります。ということでですね。はい。最後、ゴッドハンドですね。ブレア、はい。究極進化エビルプリースト、そしてラプソーン、ゴールデンゴーレムという構成ですね。あとはスライム特攻の S 真珠。こっちはガード率アップと、こっちは、三河市率アップですね。はい。でですね、心道を見ていきましょう。大神官、戦闘大神官が、一応右に寄せてんのかな、まあ、あの、大抵右ですけど、まあ、一つだけ左がありました。で、次ですね、ゴッドハンドはですね、前、2番目の、まあ、あの、はい、はい、前から2番目のゴッドハンドがですね、一応左の方に寄せております。ゴッドレイジの、まあ、攻撃力アップですね、はい。で、大魔道士がですね、左の方ですね、山彦を起こしやすくするようにしておりますけれど、まあ一つだけ、まあ使用スキルの MP50% 回復というところだけつけております。でですね、一番後ろのゴッドハンドはですね、ゴッドガード発動しやすいように右に寄せていたと思います。まあ、ちょっと騎士道精神のところはですね、あまり意味がないので、これは、ですね、ちょっとこっち、戦機解放にしてもいいかなと思いますというわけで、ちょっと今のうちにですね、変えておきましょう。確かキングリザード、キングスライムでもいいんですけど、はい、これでいいと思います。はい。ね、名前にキングを含むところになります。ということで、まあ、とりあえずこれはこっちで行きましょうということで、まあ、ちょっとね、さっきの戦いはですね、まあ、一応フルオートでやってみたんですけど、まあ、最初の1ターン目だけですね、少し細工をすれば、まあ、もうちょっと楽に戦えるということをお見せしようと思います。ということで、それではですね、はい。もう一個行きましょう。まあ、どうでもいいんですけど、これね、特級職レベル49は、もう基本的には十分に、ね、レベル上がってるので、最初のなんか警告みたいなのをやめてほしいですね。レベルの高い祠です。これ上級職のね、レベル90基準にさ、レベル90をね、基準にされるとちょっと困るかなと。困りはしないんですけどね。なんか違うような。ま、はい。というわけで、今回はですね、1ターン目ちょっと操作します。大魔道士はですね、はい。魔境の栄翔を、やってですね。はい。呪文の攻撃力をアップと、あとは、はい。山彦が起こりやすくします。はい。はい。山彦起こりましたね。まあ、これだけでだいぶ有利になるんじゃないかなと思います。はい。はい。ゴッドハンドはですね、はい、ここはですね、はい、戦機解放していきましょう。ということで、いきます。冥王の大釜、はい、ドルマ属性の全体攻撃ですね、はい。はい。まあ、ちょっとは攻撃力上がったのかな、はい。はい、で、ゴッドハンド、二人目もですね、はい、こちら、戦機解放を入れていきましょう。
はい。はい。で、次、多分相手攻撃してくるんですけど、あんまり大したことはないので、はい。まあ、ゴッドガードもね、発動しましたし、ということで、大神官はですね、はい、これはもうアンコールをして、いきましょう。まあ、回復するほどでもないかなということで、まあ、ここは大魔導士にしましょう。まあ、確実にね、攻撃当たりますからね、ということで。はい。あとはとりあえずオートでいいかな。うん、だいぶね、戦いやすくはなりますね。両端落とせますので。はい。まあ、これであれば、なんとかね、回復なしでもいけるかもしれないですね。はい、このターンで落とせるようなら、はい、回復なしでの攻略も、まあ、見えてくるかなと思います。はい、というわけで。うん。はい、というわけで、心はどうでしょうか。S お願いします。S が出るといいなと思いつつ、まあなかなかね、A が来た。ありがとうございます。はい、というわけでですね。まあ、それなりに安定はするかなと思います。最初のね、一旦目だけ、まあ、細工するという、するとですね、まあ、それなりに戦いは楽になるということでございます。というわけで、まあ、ちょっとね、ピックアップ武器使いまくってるので、まあ、参考になるかどうかというと微妙かもしれませんが、まあ、もし参考になれば幸いでございます。ちょっとね、メドローアの、ね、杖は今、まだ、ありませんが、まあ、あれがあるとね、だいぶ楽になると思うんですけど、とりあえずなくても、まあ、昔のね、ピックアップを、まあ、いろいろと書き集めて、こんな感じでやってみました。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。